松田聖子や赤いスイートピーだって嫌だね、嫌だね。汽車に乗って海に連れて行ってよ。ちょっと連れてったって無理だよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合った日から、半年過ぎてもあなたの手でも握らない。 I will hold you、 あなたについて行きたい。 I will hold you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。慎吾、ちょっと止めてよ。何？今日医者行ってきてよ、カードなくしたんだってよ。そんなこと俺に言われてる。ボケてんじゃねえの。もう嫌だよね。だから嫌なんだよ。ボケてるよ絶対。4月の雨に降られて、駅のベンチで二人。いちいち俺に分けてよ、何回もだから。人影もなくて、不意に気まずくなる。どうかしていいの？なぜあなたが時計にちらっと見る。泣きそうな気分になるの。 I will hold you、 翼の生えたブーツで。 I will hold you、 あなたと同じ青春走って行きたいの。線路の脇のつぼみは赤いスイートピー。でもちょっと止めた。ただ誰よりあの方は言う、あなたの生き方が好き。このまま帰れない、帰れない。心に張る書きが、ちょっと来てくれたって俺が言ったって。赤いスイートピー。ちょっと止めてよ。あのさ、ねえ、今日あれナスハラインに行ってきたよね、そっちね。ナスハラインに行ってさ、あれ、あの、あれ、金おろし行くって言ったよね、あんたね、セブンイレブンに。おいで、あれ買ってきたよね、アメリカンドッグ。あのね、ああ今日はあれって何今日持ってたな、それは何持ってたんだよ、持ってるわけなんだよ、この野郎。おめえ頭おかしいよ最近。いや、なんか魔物みたいな気。魔物じゃねえ、てめえがおめえのなんかなんだよ。おめえ、あれないとね、困るな。保険証なきゃ。だから俺はいつもまといてやるこう言ったんだよ。あの財布知ってんだよ今。あの茶色のか。ああ、あれだから、あ、行ったとこに電話聞いてみないじゃねえけ。セブンイレブン行ったん、セブンイレブン行ったんべよ、アメリカンドッグ買いに。てめえのことぐらい、てめえで守れねえか、このぐらいのこと。そうじゃな、会社行ってて分かんだぞ。なに、いい、会社に行ってもわかんねえって。会社に関係ねえだんべえな、何言ってんだんべえな、寝言みてえな。おい、俺のカードをなくさねえでくれよな、何回も何回もよ。みんな一緒に入ってるから困ったよ。それじゃあ電話すればいいだんべえか、あのセブンイレブンに。行動よく自分で考えるんだよ、自分の行動。違うかい。あのね、会社行ったとこ分かってもらう。
持ってったんだろ。自分の関係に。風船どうも。じゃあ会社行った時あったんじゃあるわけじゃねえけ。さっき電話したら休憩所ないって言うからよ。あ、風船どうも。だって普通ポケット入れとくんじゃないの。あ、入れたけど、それ今見たらないんだよ。そんなの俺に関係ねえべ。俺は分かるわけねえべ、そんなこと。いや、よかねえよ。俺のカードはどうすんだよ。残金使われたら困るよ、ほら。ほんと、あっためくんで。止めなくちゃか、最新号。しゃあないよ。なんでああいうことばっかりなんかね、あの男は。今日はあれだんべ。ボゴシ君でよ。酒飲んでいったんべ。バカタレ。うるさいな。うるせえで済むことじゃなかったよ。金使われたら困るべよ。朝の空を見上げて、もういいよ、もう疲れてよ。今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って、涙も溢れるけど、いいよ、もう思い通りにならない日は明日頑張ろう。よく歌ってられるよな、お前もな。ずっと見てる夢は、お茶おめえ必死だぜ。私が指曲の残高使われたら困るよ。やりたいこと好きなように、どうなんじゃないよ。自由にできる夢、年中のことを繰り返しよ。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいくよ。よく歌うんだってやれるよ。風の中を力の限り、ただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに、365日。ありがとう、パープルバルーン、ありがとうございます。大体においてね、お袖出勤の時ね、あのね、酒を飲んでね、パチ、あの会社行くって。うるさい、もういちいちうるさい。カードだって、カード困るから。いちいちうるさいんだよ、そんな。だからカード使われたら困るから。知らないけど、どじゃあどうなって解決するの。うるせえんだ、いちいち。本人しか知らねえよ。知らねえよ、そんなの。本人がやったことだよな。俺に言ったってわかんねえよな。ひどいよな。私の残高あるかんね、悪いけど。ね、悪いけどよ。あれだよ、ナイスの1よりもあるかんね、残高が。知らねえ。冗談じゃねえよ、ほら。疲れちゃたまったもんじゃねえよ、こっちは。ほらんべ、ほんな貧乏人じゃねえで、ほら。悪いけど。冗談じゃないよ。人の金なんだと思ってるんよ。肝が入れるよ。あんたよく歌わせやってらいな、あのじじいもな。こういうバカっぺだからだよ。神経使わねえから、わちっぱいばいしてんだよ。私みたいにね、神経がね、細かければね、失敗がねえよ、何も。どうだべ。お前たち失敗ばっかりしてるじゃねえかよ。違うかい。明日晴れよな、あれを。県民税、このクソガキ。平日だから、よとやろう。何考えてるん。私の旦那が、うんとあるから、あんなん使われたら困るよ、あんた落とされて。こんな。何が落とされたの。だからね、カードも何もみんな、クレジットカードですか。おう、クレジットカード一応あの保険とかあるよ。他人に使われた場合カード会社が保証してくれるみたいなあるはず。本当？カード会社によって金額違うけど、まあ普通にあるでしょ。楽天カードだよ。森谷子さん、ありやす。楽天カードだよ。まあ普通にある。大体においてね、あれだよ、午後出勤の時はね、酒飲んでるから。だからたるんでるんだよ。どうでしょう。ダメだよ、あの男。もう2回だね。酔っ払ってこの間警察に連れて行かれたんだよ。あの時だってカードがなくてよ。私が見つけたんだよ、ポケットから。ダメだよ、こんな。アホだよ。ムカつくよ、ああいうやつ。もっと真剣に生きろっつうよ、人生は。違うかい。肝が入れて。
あのバカ見てるだけで。ほんで大私にこっち来てくれてよ。歌なんか歌ってる場合じゃなかったよ、おめえ。怒鳴ったって解決しないじゃん。怒鳴ったらじゃあカード返ってくんのかよ。俺うるさいんだよ、あなた。俺イライラするんだよ、あの男に対して。最後に君が微笑んで、まあ、悪いけど嫌だよ、気持ち悪いな。人に触れるん嫌いだから。ただあまり そばに来ないで、嫌いだから。もういいよ、こらえきれず。疲れた。涙溢れた。ねえ、十こんな騒ぎ。あの日きっと二人は愛に触れた。私たちは探し合って、時に自分を見つけて。よく歌うだけだねな、金ねえのにな。考えられねえよ。見つけあったのなら、どんな結末が待っていても。そう、アスカちゃん、うん、また、うん、運命とよ。自分でよく頭の中考えろって言うのよね。相手にもたいそうじゃダメ。他にはない。ああ、秘密のプラセンターさん、機嫌直してっていいね、超いいね。ありがとう、ありがとう。ララ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 。かわいそう。ヨシエさん、もうダメだな、2、3回目だよ。そうだよ、アスカちゃん、2、3回目だよね。君が旅立ったの空に、ね、いや、気持ちよく歌って。優しく私を照らす星が光ったそばにいて、愛する人、時を超えて、形を変えて、二人まだ見ぬ未来がここに。ねえ、こんなにも残ってるから、そばにいて、愛する人、時を越えて、形を変えて、二人まだ見ぬ未来がここに残ってるから、信じて、愛する人、私の中で君は生きる。だからこれから先もずっとさよならなんて言わない。あの日きっと二人は困ったな。愛ね、全然失敗して生きてるんだ、人生を。私失敗したことないで、人生。そんなアホじゃねえで、年いってたって。あいつよりね、 5歳でかいけど、そんなアホじゃねえで。私大事なものはどこにしまったってみんな覚えてるからね。あんなアホじゃねえで、頭が。あれおかしいよ、少し。年中酔っ払っててさ、今日あれなんべ、あれ昨日行ったんか、すごい、あのなんだっけ、病院よ、血圧が高いって。よく考えてみないじゃねえけ。バルーン超いいね、あれです。ほんであそこ行ったんべ、セブンイレブンであれ買ってきたんべ、今日なんだっけ、あのあれなんだっけ、アメリカンドッグ。あの時あったってことだよな。ほいで
それをどこに入れてったかよく自分で分かんねえがさ、仕事行くに。普通分かるけどね、そのぐらいのこと。神経使ってないってことだよ、生きてるのに。あんなバカだからダメなんだよ。ああ、もうね、俺はこんな、くれないよ。何？どこにあったの？あったってよ、バカが。玄関にあったって。角なくした。あったって、玄関に落っこってたって、バカ。ね、バカ。僕の気持ちもう持たせねえ方がいいな。今度は置いてね、仕事行くと。くれたくねえ、もうくれたくねえ。繰り返すこのポリ。